大慶市は中華人民共和国国立交渉に位置する地球市。区人口は86万人。国立交渉西南部に位置し、東は春瓶市、西は七春市、南は吉林省と接する。市名は市内の体系油田に由来する。1959年9月26日、はじめ集権大道鎮北西の広大寺付近で、 死屈を行っていた松はじめ三井が石油採掘に成功中国東北地区最初の油田となった油田発見が建国10周年直近であったため体系油田と命名されている油田発見後に足立市を設置1964年に足立特区1979年12月14日に体系市と改称されたごしかつ 三県一時地県を管轄する。足立市大慶市市内では1959年に大慶油田が発見され、1960年から採掘を開始、中国最大の油田として、年平均5000万トン以上生産し、新洋を中心とする東北部のコンビナート地帯を支え、大慶市にも石油関連産業が誘致され新興の工業都市として発展し、 大躍進政策金においては、農業は大祭に学べ、工業は体型に学べが、スローガンとして採用されるなど、中国を対抗する工業都市とされた。しかし近年は過度の採掘によって、産油量は急速に低下しつつあり、深層採油を行うため高い採掘コストとなり、2003年の生産量は4800万トンに減少。 2004年には日本への輸出も停止された。台形油田の産出量低下を補填すべく、中国政府は、ロシア極東地方からパイプラインを付設し、シベリア産原油を輸入し東北部及び、下北地区でのエネルギー確保を計画しているが、同ルートで石油資源確保を目指す日本との資源獲得競争が、弱気されている。台形西駅、ありがとうございます。